します。お願いします。お願いしますね。皆様大阪がわりかしいらっしゃいますか？よく来ますね、うん、一番来るかな、うん、え、本当、うん、で大阪に皆さんが来られると必ず食べるものが、たこ焼き、みたらし団子、あのお好み焼き、ちょっとね、いろいろ食べ物今日用意してしまいました。あら、やったー、ふたこ焼き、たこ焼きと、あー、みたらし団子、ほら、これやっていたぞ、はい、これ、超美味しいの、はい、阪神の、これも、ね、もう有名なんです、阪神百貨店の地下のイカ焼き、へぇ、これ食べてない、これも有名ですよ、の水茄子、ね、ほら、おすすめ水茄子、茄子ダメ、茄子みんな、全員ダメですか、なんで、なんで、なんで、茄子の何が嫌なの、色も形も名前もちょっとクイズに、はい、お答えいただいてですね、成績順に好きなのを選んでいってもらうと、はい、必然的に、ベベタの人は、先週水茄子になってしまうわけですね、そうです、絶対きつい、それではいきましょう、大阪 VS 沖縄、はい、クイズ一部の常識人、イエーイ、はい、ということで、というわけで、はい、第一問、じゃん、じゃん、大阪はカラオケの何々が全国で一番多いんです。あ、はい、はい、じゃあ、何でしょう。大阪はカラオケの曲数が全国一多い。いや、ちょっと全国一緒だと思います。そうですよ。大手メーカーですからね。通信ですから、通信。はい。歌本のあの本が多いとか。やかましいわ。はい。本の、はい。声がでかい人が多い。おっと。ってことは。そう、もうほとんど、ほとんど答え、どうしよう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 、どうしましょうか、ななたん、はい、お腹から声が出る人が多い、何を言ってる、何、はい、はい、してる、あ、じゃあ、あった、はい、どうぞ、マイクが割れる人が多い、なんで、はい、声が大きいってことは、声を大きく出すために吸う人も多い、違うわ、違う、はい、パンクするわ、そうじゃないと、そうです、カラオケの、聞いてください、ヒントを言いましょう、カラオケの店に対して声が大きいということは、分かったんだけど、日本語が出てこない、え、どういうことですか、なんて言うの、あの、文句言う人、あ、ほら、だから日本語が出てこない、分かった、分かった、愚痴る、愚痴る、クレーム、クレーム、クレームをつける人が多い、正解、第2問行ってみましょう、はい、はい、第2問、じゃじゃん、じゃじゃん、頑張ろう、兵庫は男性の何々が一番全国一番短い、男性の何々が言いましたからね、もう何笑ってるんですか、みんな笑った、なぜ深夜番組の方がはいですよ、ネクタイネクタイだって、どうしようねえ、まあ、ヒントいきましょうか、夫婦生活でのことです、夫婦生活、え反応しますね、違うこと、ずっとじゃあ最後のヒントですよ、亭主関白にありがち、兵庫は男性のこれやってくれないと、男性は基本的にはそれをしなくてもええちゃええんですよ、ええちゃええんですけど、やってくれたら男性できない、あ、ピンポン、短い、かじり感が一番短いね、短い、すごい、引っ掛けだ、引っ掛け、なんだ、完璧に引っ掛けました、そうですよ、第3問目、じゃじゃん、はい、沖縄は何々の人に何々するのは気が重いと考えている人の割合が全国で2番目に多い、2番目、第1位は青森県です、これは超離れてる、超離れてる、でも、あ、納得って感じ、でもね、うん、そう、分かった、お、だから沖縄は、はい、標準語の人に言葉を伝えるのは、うん、あ、確かにね、東北の方も、あの、外国語みたいですけどね、うん、これやっぱ、その風土的なことですよね、そう、食べ物、食べ物、え、食べました、フードじゃなくて、フードあのね、大喜利やってないんだろ、いや、そうやわ、まあ、フードのフードだと、あ、いや、風に土のね、その土地なこのフードじゃないよね、確かに私の言葉のチョイスもおかしかったですね急に、はい、じゃあもう大ヒント、うん、今なんですよ、今この状況なんですよ、今、あ、はい、はい、あ、分かった、はい、
分かった。沖縄は他人の人に声をかけるのは気が重いと考えてる。あ、近い近いのを集めると。シンプルにしていきましょう。はい、もっともっと。待って待って待って、いいお答え。大勢の人に会うのは気が重いと考えている。会うは正解ですね。会うは正解ですね。誰に会ったら気が重いの？大勢の人っていう。お金を借りた人に。なんでそれ気が重いよ。どんだけ金借りんの。はい、はい、あ、分かった。分かった。会ったことのない人に。はーい、正解。初めての人。初めての人。初対面でしょ。初対面ですもんね。ちょっと待ってください。ワンポイント、ワンポイント、ワンポイント。すごい嬉しいの、ワンポイント。それではラスト問題でございます、はい、これで決まりますからね。頑張る、はい、頑張ろう。沖縄に一番多い名字は何でしょう。あ、わかる、わかる。ミツクラウル。もうこれ絶対一番あったの方がでしょうね。え、どれだろう。これで決まりますか。あー、どっちかな。ナス食べる。ビリにならなければいいんだよね。でも今同点ですからね。え、きついな。ではお願いします。せーの、じゃじゃーん。やっぱりこれ金城、金城さん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 、漢字間違ったらなんか上がいないよね。こっち取れない。なんか見たことない感じ。第1位は、じゃん、比嘉さん。なるほど。はい、ショック、そうなんですよ。ということはポイントどうなるんですか。ポイントはですね、漢字間違え、金城さんで間違えて、しかも漢字も間違えてるので。はい、間違えたってルーさんが。おかしい、おいしい、おかしくなっちゃう。おいしいね、おいしいね。じゃあちょっとかじってみる。ちょっとね、いただきます。お、どんな味？どんな味？こんな味。